たいこれ木曜日に中学校へ稽古に行った時ちょっとなんか僕がピリッとなってさ早く帰ったよね準備運動せずにやるもんでよっおあ福島先生野田先生ちょうどいいわでも、僕は中学生でピリッとおおやっぱり、稽古にならないから一緒に動いてやられたなぁ準備をしてやらないこっち行け
やっとさ、頭の上まで手が上がる。この間で、前にこうやってるので顔が見えんね。ここまで上げようっていうのに上がらんね。あーおお、もっと大きく動かな。もっとスッスッスッと下がってくれ。触りようがなんか頼りないもんな、とっても心らしいよね。右足引いて。反対。右足から。さっさっさっさ、待ってもらえな。やっ！おぉ！やっ！おぉ！こうなってるもんで、低いような点線が、これこう打ってこれればいいんやけど、こうなってるもんで、え、そう、最後、それこれだって、ここ歩いてるか歩いてるか分からないと思うんで、しっかり感覚を同じぐらいここ下がるという感覚をやらない。出るときも、多分、自分で。それでいいと思っとるんやけど、やっぱり下がり方にとってもおはやもうちょっとしっかりここちゃんと、あ、ここは、今は上がりますね。
Thank you.
Thank you.
冗談ね、宮地家で冗談。あ、そうだ、宮地家で。Ah!
よっしゃ、はい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 、
Ah!
Yes.
Thank you.